えー、動画をご覧の皆さん、こんにちは。はじめましての方、はじめまして、武藤涼です。今回ですね、周りと比べて不安になっている人へということで、まあ、動画を撮っていきたいと思います。まあ、結構ね、その勉強とか、まあ、仕事とかやってる時にね、その周りと比べてしまって、まあ、不安になったりとか、劣等感抱いたりとかっていうことをしたりする人は結構多いんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、僕はこうやって、えー、司法試験の受験しようとかやってるわけですけど、まあ、その司法試験だったら、 やっぱり難しい試験だっていうことでどうしてもその不安になってしまったりだとか、あとね、周りで一緒に勉強している人たちが、まあ、いろんなことをしてたりとか、まあ、自分よりすごい答案返したりとかしてね、すごい点数取ってたりとかして、あ本当にこの人と勝負しなきゃいけないのかなって思って、まあ、劣等感を抱いてしまったりとか、あとは合格者の先輩とかね、まあ、できるその先輩、仕事でもできる先輩とかに、まあ、その本当にテキパキと仕事をしたりとかして、あこの人みたいにならなきゃいけないのかなって思うと、とても自分には無理だと思ってしまってね、 なんかナイブ、ナイブになってしまったりとかっていう人も、まあ、いるかなと思うんですけれども、まあ、そういう時にね、本当もう、そういう人たちを、まあ、結論としては、うそういう人たちを気にしても仕方ないよっていうことで、まあ、あんまりその人たちと比べないようにしましょうっていう話なんですけれども、まあ、本当に比べても意味ないんですよね。では別に、その人に勝たなきゃいけないのかっていうことは、やっぱ本当に考えなければいけないなと、まあ、その人みたいにならなければいけないのかとか、その人に勝たなきゃいけないのかっていうことは、やっぱ本当に考えなきゃいけないと思うんですよね。まあ、例えばその、 僕が、まあ僕の、僕の場合で言うと、僕がね、その大学在学中に司法試験受かりましたよとか言って、あ、この人すごいなっていう、まあこの動画聞いた人、まあ僕の動画とか聞いた人は、まあ思うかもしれないですけど、じゃあ、その僕みたいにならないといけないか、その司法試験に合格するって目標を考えた時に、僕みたいにならなきゃいけないか、僕ほどの知識をつけなきゃいけないのかとか、僕、その、まあ僕がいろいろ勉強法やってますけど、あんな風に勉強しなきゃいけないのかっていうと、そうではないわけですよね。結局僕みたいにならなくても別に全然合格するっていうことはできるわけですよね。 じゃあその目の前の人を相手にしたときに、本当にその目の前に人に勝たなきゃいけないのかっていうことは、ま、すごく大事なんですよね。だから僕は例えばその、僕含めてなんか、じゃあ例えば僕含めて5人くらい、僕含めて5人で一緒に勉強したとしたと。そしたら、ま、その人たちとまあ自主ゼミ組んでやったりとかした場合に、なんか全然話についていけなかったと。ま、なんか実際僕自主ゼミではないですけど、その学校のね、大学のゼミがあって、なんかその大学のゼミに入って、 まあ、いろいろその判例を分析して、なんかその一人一人発表して、それに対してコメントをしていくみたいな感じでやったことあるんですけど、僕それなんか、まあ僕も当時、その、そ大学3年生ぐらいの時にやったんですかね。大学3年生の時ぐらいにやって、大学3年生の時に確かその、その時は予備試験の担当まで受かってたんで、なんかそのゼミのね、その死亡欄、志望動機欄とか自己紹介欄、自己アピール欄みたいなとこに、まあ え予備試験の担当は合格してるんで、まあそこそこの法律知識あるかなと思いますみたいなことをドヤ顔で書いてたんですけど、まあ実際僕も当時は、まあまあまあ、大学、まあその、何ていうか、大学3年か、大学3年の時にまあ予備試験の担当式試験受けまあ受かってるって言うんだら、まあそこそこの実績になるんじゃないみたいな感じで調子に乗ってた部分があったんですよね。でもまあ実際行ってみたら、本当全然もう歯が立たなかったっていうか、全然言ってることわかんないし、もう、何ていうか、まともに発言できないし、 とということで周りのレベルが高すぎて結構愕然としたんですよねあ。自分全然できないじゃんみたいな。で、教授の言ってることもなんかついていけないし、でもなんでこんなみんなこんな話せるんだ、こんな知識あるんだろうみたいな感じで結構絶望したことがあるんですよね。で、まあ、そんなこと言ってもまあしょうがないなって思って、だからその人たち勝負しても仕方ないっていうことなんですよね。だから僕は、まあ、さっきの,その5人の話に戻りますけど、まあ、例えばその5人のゼミ、5人で実践を見くりましたって言って、なんか自分がこんだけ一番レベル低そうだって思っても、結局5人中5番目なわけですよね。 だ僕よりすごい人は、いまあ、未だに4人しかいないっていうことで、だ本当にその、受験生全てを把握してるわけじゃないですから、まあ、例えばその試験の話で言ったらね、受験生全ての話を、えー、受験生全てを把握してるわけじゃないですから、別に、その人たちに負けたって合格する可能性全然あるわけなんですよね。だその例えば小試験だったら、1500人ぐらい大体合格者いますけれども、これは何も一番になるっていう話じゃないですよね。 で、一番になるって話じゃなくて、その1,500人の集団に入ればいいっていうことなんで、例えば僕なんかは本当にもう、確かにもも僕はできないっていうふうに決めつけてたんで、僕はでも自分はできない人間だっていうふうに決めつけてたんで、まあ、だから、その、まあ、できないことはもう分かってる。だから自分よりできる人はいることは分かってるっていう感じで、別に自分よりすごい人が現,現れた自分よりすごい知識持ってる人が現れても別に気にしなかったんですよね。だから1,500人受かるんだから、1,500人集めら、その1,500人僕にできると思った人がいたら、もうこれはやめようと思ったんですよね。 えすので、まあ、1500人、ま、あ千五百人、その自分にできる人を見つけるなんて、そうね、相当大変なことなんで、まあ、僕もできなかったんで、まあ、これなら、ま、受かる可能性はあると。受かる可能性さえあればチャレンジすればいいわけですよね。だってやってみないとわかんないんだから。ま、しか、だし、その、例えば、その、例えばなんか先生に聞かれました、それで、 隣の人がちゃんと答えてましたって言って、それに関して自分は劣等感を抱いてしまったって言っても、それはそこだけですよね。だからその質問に答えられたからといって、その人の総合力っていう話じゃないですよね。僕の隣にいた A さんが先生からの質問に答えました。で、僕はそれわかんなかったって言ったときにも、じゃあその結果だけで A さんが僕より頭がいいってなって、僕は頭が悪いっていうことになるのかって言うと、そうじゃないですよね。でその時はその人が僕の知らないことを知ってたっていうだけで、 あとはもう何も関係ないですよね。別にその試験の時はまだ全然違う問題出るんだから、どっちが勝かすか分かんないよねっていうことで、そのね、一回一回の局面で、一回一回の局面の結果で、その、どっちが優れてるかっていうのを比べるのはもうやめた方がいいよっていうことなんですよね。だから1500人に入れば分かるんだから、別に負けたって受かるわけですよ、その人に。その A さんと僕は試験受けましたって言っても、別にその A さんが僕より点数良かったとしても、 その僕がその合格ラインを超えていれば僕は合格するわけですから別に A さんっ隣の人に関わ勝たなくてたっていいわけですよね。そういうところでなんかそのちょっと勉強してまあちょっと頭が良くなってしまう、頭が良い,い人に限ってなんかそういう確率的な話をしてしまうわけなんですよね。だから A さんと僕じゃなくてまあ何でしょうかな。例えば5人、そのさっきの自主攻めの話に戻って5人試験を受けましたって言って僕はね、どうやら5人中5番目らしいみたいな意識を持ってしまった。自分はこの中で一番できないと思ったら自分は5人中5番目なんだっていうことで、これをまあ 本当に司法試験の成績、司法試験の1500人あ、受験生を求いるのか、1万人ぐらい考えると、自分はもう最低ランクなんだとかいうのを、そういう確率的に考えてしまうのが、まあ、よろしくないと思ってて、でその5人が、その自主攻めの5人が相当レベルの高い場合だってあるわけですから、 確率論的に考えたって意味ないわけですよね。だから司法試験合格率いまあ今25%が4人に1人ぐらいなのかなと思ったら、この自主攻の5人の中で受かるのは1人か2人ぐらいなのかもしれないとか、そういうことを考えるのがまず無駄なんであって、そんなこと関係なくて、確率じゃないですからね、結局そ自分が受かるか受からないかっていう話なんで、別に周りと比べたって意味ないわけですよね。で、まあ、あとね、そういう周りと比べて不安になってしまうとか、まあ、なんか悔しいとかね、思うことあると思うんですけど、まあ、そういう時はもう思いっきりね、 なんか泣いたり、まあ、悔しければ泣いたりとかすることもあると思うんですけど、別に泣いたりとかね、勉強休んだりとか、一旦やめて楽しいことしたりとかしても僕はいいと思うんですよね。だから僕だって本当になんかもう悔しいと思うことばっかりで、結構なんか泣いたりとかすることもあるんですよね、普通に。だからその昔サッカーやってた時とかは、今サッカーやってて、本当に、例えばその僕の父親とかがね、結構、 まあサッカーの試合とか見に来てくれてて、いろいろなんかアドバイス言ってきてくれたりするわけなんですけど、まあ、それ結構厳しい、たまにと厳しい時もあって、やっぱ怒ったりする時とかは結構厳しいこと言われるわけなんですね。あいつはあんだけできてるのに、ね、お前できてないじゃないかみたいなことを言われて、まあ、すっげえ悔しいから、まあ、泣いたりすることもあったし、本当に陸、まあ、僕陸上やってたりとかしても、まあ、陸上やってて、もう、 めちゃくちゃ速いやつがいて、なんであいつに勝てないんだってね、なんでこんな自分は遅いんだと。なんであいつはあんなフォームきれいなのに、こんな自分はこんな汚いんだと。前に進まないんだって言って、まあ、本当に悔しい思いをする時もあったし、まあ、その勉強でもそうですよね。なんであいつは合格してんのなんであいつはあんな点数取れてんのに。なんであいつはあんなこと知ってんだよ、みたいなね。意味わかんない。なんで同じこと勉強したらあいつはあん,なあんなこと知ってんだと。あんな点数取ってんだと、ね。だからそううなんか理不尽に感じちゃうんですよね、すごいね。 だから自分も頑張ってるのになんでできないんだと。なんであいつだけできてんだっていうことを理不尽に考えてしまうんですけど、もうそんな比べたってしょうがないじゃないかと。知ってることは知ってるんだから。だからそれが本当に本番だったのかっていう話ですよね。だから別に、まあ、僕とかだったらもうその目的はっきりさせれば結構楽になるんじゃないかと思ってて、司、ま、法、あ、試験に受かりたいとかだったら、司、ま、法、あ、試験に受かるっていう目的を設定すればいいわけですよ。僕はもうその法律の勉強に関しては、まあ、とりあえず司法試験に受かることがまず第一だと考えてたんで、 その試験で負けるか負けないかっていうことが非常に大事だったんで、別その他の成績とかどうでもよかったわけですね。もしや通れとか別に僕気にしたことないですし、まあそれは周りより点数が低かったっていうことで、まあそれはショックを受けることもありますけど、でもそんな本番じゃないんだから別によくねっていうことで本、番本番やればいいんだろうっていうことで、まあそういうふうに勉強したんですよね。その周りと比べて不安になってしまうっていうのは結構そのやるべきことっていうのは決まってないことが多くて、その僕は結構その他の動画とかでもちゃんとやるべきこと決めなさいよっていうことを、 やるべきことを決めるのが大事だよっていうことを結構言ってると思うんですけども、やるべきことを決めたら、もう別にね、周りなんか気にしないんですよね。だからその、僕の予備試験の1回目とかは結構そうで、そのやるべきと決まってなかったから、その周りに勝つためには、すごいことやんなきゃいけないとか、背伸びしなきゃいけないみたいな感じで、結構ね、なんか今までやらなかったこととかをやろうとするんですよね。だからどうしてもその周りと比べてしまって、いつもと違うことをやろうとして、その結果失敗するっていう感じで、でだから僕はそれを、 変えて、それを反省して、もう2回目ガチガチにやるべきことを決めてったんですよね。まあ、それがその当案の方々が当案構成とか言ってますけど、だからその、まあこの、この分野が出たらこういうふうに当案書くとか、なか憲法だったらこう当案を書くとかね、いうふうにして、あと試験時間をこういうふうに時間使うと。だいたいどれくらいで当案構成して、どれくらいで当案書くみたいなのをもうガチガチに決めてったんですよね。だから周りを気にすることがないくらい、もうやるべきことを決めてったんですよね。もうこれとこれとこれをやると。だからこれができなかったら落ちる。落ちるっていうか、落ちても仕方ないっていう感じでね。 だから自分はこれをやるんだ。だから、なんていうのかな。これ、自分がやるべきことを決めて、これがちゃんとやりきれるかどうかの勝負だっていうふうに僕は持ってったんですよね。だから別に周りと勝負するっていうことじゃなくて、もうやるべきことを全て決めてって、これがちゃんと時間内にやりきれるかどうかの勝負なんだと。で、これがもうできなかったら仕方ないっていうわけです。だから試験とか、まあ、そういう仕事とかもそうですけど、やっぱりその、溝物なところはあるんで、うまくいくときもあれば、失敗するときもあるわけですよ。だから確実に合格する方法とかね、やっぱそういうのはう絶対なくて、それはね、その、 当時の、あそのそ当時というか、いろんな状況をしてうまくいくこともあれば失敗することもあるわけなんですね。だからそれはもうそれで受け入れて勝つこともあれば負けることもあるんだっていうことでね。そこを乗り越えていかなきゃいけないわけですね。だから勝ち負けにこうわってもしょうがないっていうことなんで、自分がやると決めたことをできるかどうかっていう次元に持っていかないと、まあ、結構厳しいよっていう話なんですね。まあ、その精神的に厳しいよっていう話をしてるんですね。まあ、だからその、例えばその僕もこういうふうに まあ大,学大学中に司法試験受かりましたみたいな話をしてますけれども、だからといって別に僕より早く合格した人とか、勉強時間少なくて合格した人だっているし、僕より若い年齢で合格した人だっているし、で、僕より、なんていうかな、えっ、ー、とそう、僕よりいい順位で合格した人もいるわけですよね。で、そういう人たちからしたら、はいはい、お前何なんだろっていう風になるわけですよ。だから僕がそのなんかすごいことがあるか、一番になってることがあるかって別にそういうわけではなくてね。別にその、 まあ僕やってその本当にすごい人はたくさんいる中で揉まれながらやってるわけですよね。だからその別に一番になってる人とかってほとんどいないんで、そんな人たちと比べてしまってもまあしょうがないよっていうことですよね。やっぱり。<laughs> まあ,あとはその何て言うんですかね、一番になったりとか、実際に勝ったりとかして、まあ、そこに何が得られるのかっていうこともまあ考えてみるといいんじゃないかなと思います。まあやっぱその物語っていうのはありますけど、結局そのまあ自分の人生っていうことなんで、自分の人生はまあ自分が主人公なわけですからね。 だからその物語っていうのを、まあ、見てみれば分かりますけれども例えばそのディズニーでねまあアラジンとかありましたけどもアラジンがねそのジャスミンと一緒になりたいみたいな話がありましたけれどもあれだってすぐねジャスミンとじゃあ一緒になれるかっていう話はなくて結局その道でねいろいろね敵が現れてきたわけですよねまあジャファーですけどもまあそんな感じでその敵が現れてきたりとかねシンデレラまあその他でもそうでいいですけどまあシンデレラとかもねやっぱりそのまあ,なあシンデレラ 死んでるそうですね、えー。まあ一緒になれる、その王子様と一緒になれるかどうかっていうところ、いろいろな障害があったっていうことで、まあその障害があるから面白くなる、人生面白くなるし、物語として面白くなるんだっていうことで、そんな価値ばっかりあったって、物語として別に面白くないわけですよね。だから障害があってこそ、超えるべきものがあってこそ、まあ人生なんだっていうことで、まあ別に負けるのが当たり前っていうことなんですよね。 まあここにちょっとあんまり僕としてもうまくまだ説明できる感じじゃないですけども何かその何でもかんでもうまくいってたら逆に面白くないよっていうことでその障害があってこその障害があってこそまあ楽しいんだっていうことでまあそこを楽しめるかどうかっていうのもまあ結構あると思いますけどねやっぱりまあ,あとはその何て言うかなまあ結局その戦いっちゃ戦いなんですけど結局その僕もそのしょ ま、試験受けると、この司法試験を受けるっていうときに、やっぱりその厳密にね、そこはある、あるっていうか、その弁護士、例えばその司法試験を受けたいと思った、弁護士になりたいと思ったときに、じゃあその弁護士になって、弁護士として、弁護士としてお金をもらう側と弁護士にお金を払う側っていうのはもう、その厳然たる差があるわけですよね、やっぱりそこは。 で、そこは、この日本においては、その機会は平等なわけですから、目指そうと思えば誰でも目指せるわけなんですよね。弁護士になれたければ、まあ、予備試験でもう門は開かれてるわけなんで、予備試験、小試験というルートがあってね、文庫は開かれてるわけなんで、努力した者だけはそこに行く、弁護士とし弁護士になれるというね、資格を得られるわけですよね。そこはもうそういうね、なんていうのかな、そういう世界になってるわけですよね。だからそこでもう文庫を行ったって何も変わんないんですよ、本当に。 でも、その、弁護士になるためには、司法試験に受からなければいけないっていうルートがあるわけなんで、そこで絶対突破しない、なりたいと思ったら絶対突破しなきゃいけないわけなんですね。だからそこを突破し、なんとか死ぬ気で頑張って突破して、弁護士になろうっていう人か、もう弁護士で、弁護士はもういいやって言って諦めてお金を払う側に回るかっていうね、もう今日の世の中そのどっちかですよ、結局。 だからその年金とかもありま、まあ、年金とかもね、まあ、あんま僕はそういう制度とかの立場に文句を言う立場じゃないと思ってるんですけど、そのね、年金がお,おかしいとかね、年金制度がおかしいとか、そんなこと言っても,も始まんないわけですよね。年金おかしいとか文句を言ってても、それはただただ年金を搾取される側になるわけですよ。でそれで本当に年金がおかしいと思うんだったら、その官僚とかになって、じゃあその年金創業ううを買いに行こうとね、だって買いの立場になれるわけですからね。まあ、その、あんまり年を取ってたら無理かもしれないですけども、実際にね、その、 なんていうかな、その、まあ、国を変え、まあ、国を変えたいとか、まあ、弱い人を助けたいとか、そういうことがあるんだ、思うんだったら、それは実際になれるわけですよね。この日本、日本においては。だそこに、その、やっぱなれるあ、なんていうのかな。努力すればやれるんだから、それは努力するかしないからもう二択でしょっていうことですよね。でもやんなきゃ変わんないんだから、ということでね。だ別にその、 周りと比べてしまって劣等感を感じてね、不安になっててもいいんですけど、そんなことやっても何も変わらないよっていうことまあ僕はそれを本当に意識してて、だから、自分は何て言うのかな、その司法試験に合格しないで、そのね、司法試験に受かったっていう人を、あ、すごいな、羨ましいなって言って指を加えて待ってるのがものすごく嫌だったんで、だから何としても絶対に合格してやるって思ってね。だってそれはもう、やればできる、やればできるっていうか、平等、機会が平等に与えられてるわけですからね。 だからそこはもう本当に努力したもん勝ちなんだろうなって思って、だからそこは死ぬ気でやったわけですよね。だからそこはもう本当に受け入れるしかないっていうことで、まあそういうね、もう司法試験に受かれば弁護士になれる。受からなければ弁護士になれないっていうね、そういうね、ルールになってるわけですよ。この国、社会ではね。だからそれはもう受け入れて、あとはそれを、それで本当にどう頑張るかっていうことですよね。だからそこで、もう周りと比べてもう諦めるのか、それでも頑張るのか。いや、自分、自分はそうな、ね、自分はなんとしても、 弁護士になりたいとか、検察官になりたい、裁判官になりたいんだと思って頑張るのかっていうね、そこの違いだと思うんですよね、やっぱり。まあそこ、本当にまあその、まあ、周りと比べても仕方ないし、あと周りと比べてね、その他に、劣等がの関してもしょうがないんで、しょうがないっていうか、それ現状何も変わらないっていうことですからね、まあ、そこは頑張るしかないっていうことで、まあ、あまり周りを気にせずに、とにかくね、まあ、 一つ言うと、一つアドバイスす言うなら、まあ、さっき言った、その、やるべきことをちゃんと決める、決めるっていう話ですね。もう迷ってはいけない。迷うと他人と比べ始めてしまうんでね。何やるかが決まってないと、他人と、ま、決まはえー、迷、えー、他人と比べ始めてしまうんで、まあ、そういうことやんないように、で、僕はそういうのをするのは怖かったので、もうやるべきことをちゃんと決めたと。これとこれとこれをやると。試験本番ではこれとこれとこれをやるって決めて、それをやりきれるかやりきれないかの勝負に僕は持ってったということなんで、ね。 だからそういう感じで、やるべきことをちゃんと決めると、周りと勝負するんではなくて、自分が決めたことをやることができるかできないかっていう勝負に持っていけるっていうことなんでね。まあ、そういう陸上とかでも結構やってましたね、僕はね。だからその周りはやっぱり速い人。まあ、その、例えば、その陸上で100メートルとか走ると、やっぱり横一直線に選手並んでるわけですよね。そうすると周りの人、どうしても速く見えるんですよ。なんかね、すごいなんかみんな余裕そうに見えて、わ、みんな速そうだってなるわけですよ。 でそういう時にもう周り,気がたって周り気にしたって仕方ないんですよね、だって。そうじゃなくて、ちゃんとね、自分はそのスタートの時にちゃんと音聞いて反応できるか、そして一歩目、二歩目をどこに置くかとかね、どこで顔を上げるかとかね、どこで最高速に持っていくか、で、ゴール,、ま、ゴール間際ではね、だんだん疲れが見え始めてくるから、そこでどういう風にスピードが落ちないような走り方をするかっていうね。 それもちゃんと決めとくわけですよね。どういうふうに走るのかっていう。で、それができるかできないかの勝負に持ち込むっていうことですね。そうすると自分の走りに集中するんで、もう周りなんか気にしてる暇はないんですよね。大体うまくいくときとはそういう時なんですよね。もう自分が何をやるべきかっていう時に集中してて、で、それをなんかやり続けてたら、なんかいつの間にか周りがいなくなってたみたいな、そんな感じになってくるんで、周りと比べるよりもね、だから周りと比べるんだったら、それはまだやるべきことは決まってないっていうふうに解釈するのがよくて、 そうやったら、もうじゃあ自分が何をやるべきかっていうことを徹底的に決めてしまうと。で、それがやれるかどうかの勝負に持ち込もうってするのがまあ非常にいいと思うんでね。まあそういうのを僕はね、その当案、まあその試験本番で何をやるべきかとかいうのもいろいろね、無投流とかでいろいろ言ってるんで、まあ試行試験に関してね、そういうのが知りたいって思う方はぜひね、その、まあ、メルマガとか、その僕の講座とかあるんで、そういうとこを取ってくださればいいのかなと思います。まあ、メルマガとかでもこういう大事な話とか言ってるんで、そっちの方にも登録していただければいいですし、あと LINE とかでね、まあなんか、 まあほと他に聞きたいことだったらメッセージとか、メッセージとかしていただければ、まあ、それにお答えするコンテンツとかも、まあ今後作っていこうかなというふうに思います。はい、ではね、今回は周りと比べてしまって不安になっている人へということでね、まあ周りと比べても仕方ないんで、とにかくやるしかないんでね、弁護士になりたいとか、少子園に受かりたいと思ったら、それ努力すれば叶えられる世界ですからね。そういう世界では文句言ったでしょうがないわけですからね。 なので、もうこの世界ではね、その誰でも予備試験受けられますよと。予備試験受かったら、司法試験受け、誰でも受けられますよっていう世界なんでね。そういう身分とかね、そうお金とかによって左右されない世界になってるんで、だったらもうやるしかないと。だからそ,そこでその機会が平等に与えられていたら、そこはね、やっぱりある程度その結果に不平等っていうのは出るわけですからね。そこをどう捉えていくかですよね。やっぱそこでそのけ機会が平等に与えられている以上、結果が、結果にね、不平等が出てしまうのはもう仕方ないわけですから、そうしたらもう受け入れるか、 受けれるしかないわけですね。だからそこでやるかやらないかっていう世界なんでね。で、そこでやるかやらないかってなったときに他人と比べてしまうんではなくて、自分はその本番ね、本番何をやるべきなのかって。で、それをやれるかやれないかっていう勝負に持ち込むためにちゃんとやるべきことをきちんと決めておきましょう。と。で、まあ、その、まあそういうのは僕は得意なんで、そういうのをいろいろ教えてますよというような話をしました。まあ、この動画ね、参考になれば、皆さんね、その周りと比べてしまって不安になるときの参考になればいいかなと思います。まあ、本当に僕もね、不安になってね、泣いたりね、してばっかりですし、 まあ本当に、まあ今日とかもね、まあこの動画撮ってる人とかも、まあちょっとね、その、昨日ちょっとね、嫌なことがあったりとかね、落ち込むことがあったりとかね、すごいなって思ってしまうことがあったりして、まあ、まあ、僕も不適されてたんですよね。結構不適されてね、そのベッドでね、寝っ転がって、あ、何もやる気でえい,いなみたいな時あるんですよね。でまあそんなこと言ってもしょうがないんで、まあやっぱり一歩一歩ね、できることからやっていくしかないっていうことでね。 まあ、やっていくわけですね。だから、そんなにあんまりね、おっきなとこから見ずに、まず自分ので,できることからやっていこうっていう感じで、一つ一つやっていけばいいのではないかなというふうに思います。はい。ではね、今回ちょっとまとまりない話でベラ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 喋ってきましたけど、まあ、不安の、周りと比べてしまって不安になっているときはね、本当にあんまり気にしても仕方ないんで、とにかく自分のやるべきことを淡々とやっていきましょうというような話でした。はい。えー、今回の話はこれで終わりたいと思います。